献立に迷った時はチャンネル登録をしてぜひ参考にしてください。動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんこんばんは、高校生ママ同チャンネルのドイツです。今回は米粉でピザを作っていきます。まずボウルに米粉 200g と片栗粉大さじ2、ベーキングパウダー 4g、塩少々を加えて軽く混ぜていきます。水 100cc を加えながら混ぜていきます。オリーブオイル大さじ1も加えるのを忘れずに、しっかりこねていきます。生地を綿棒で伸ばしていきます。この時に薄力粉などの粉をつけた状態でやるときれいにできるんじゃないかなと思います。玉ねぎ半分をスライスしていきます。ピーマン1個もカットしていきます。輪切りの状態でやるとさらにピザ感が出るんじゃないかなと思います。ウインナー適量も好みの大きさにカットします。ケチャップとマヨネーズを合わせたものを生地にのせていきます。ソースを塗り終わったら具材をのせていきます。仕上げにチーズ適量をパラパラと適量乗せます。180度に予熱したオーブンで15から20分焼いて完成です。完成しました。結構薄くできたのでクリスピーな感じにできたんじゃないかなと思います。見た目はめちゃくちゃ美味しそうですね。早速食べていこうと思います。いただきます。うんうん、美味しい。薄力粉とは違って弾力があってもちもちしてて美味しいです。上の具材ともすごく合います。ピザ特有のふわふわとした生地よりももちもちとした食感の方が好きな方は米粉でぜひ作ってみてください。めっちゃ美味しいです。すごく簡単にできるのでぜひ作ってみてください。
星4点。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。